毎度、鉄子です。アラブ首長国連邦に向かっていた韓国籍のタンカーがイラン海軍によって拿捕されてしまいました。拿捕されたタイミングが、韓国外交部高官のイラン訪問直前だったこともあり、韓国がパニックになっています。ニュースの詳細。サウジアラビアのメディア、アルアラビアによると、今回の事件は、韓国外交部次官補のテヘラン訪問が予定されている中で起こったと報じた。また、イラン外交部は、当該人物の訪問が数日以内に実現し、今回の訪問で、米国の制裁で韓国口座に凍結されている原油輸出代金70億ドルの返還を求めるイランの要求について話し合われるだろうと説明した。あるアラビアは次官補と表現したが、実際にイラン訪問を推進したのは第一次官だ。外交部第一次官は二国間関係を総括し、チェ次官が韓国とイラン間の二国間関係懸案を論議するためにイラン訪問を準備中だったということだ。早ければ数日内にチェ次官のイラン訪問計画が公式発表される予定だったという。これについて外交部の関係者は、イラン政府と協議を行っていたのは事実だが、まだ日にちが確定していない。高位人事交流がしばらくなかったため、二国間関係全般について論議する予定だったと説明した。とのことです。あかん。イランのマスコミは、イラン革命防衛隊が、韓国籍船舶の海洋汚染現場を摘発したけど、革命防衛隊の警告を無視して犯行を続けたため逮捕し、韓国人船員を逮捕したと報道しています。これは適法で、イランのホルムズ地方検察の指示によって、船舶を拿捕したということです。具体的な日程は確定していないけど、韓国の高官訪問を控えたこのタイミングで、イラン政府が韓国船舶を拿捕したということは、何かしらの意図がありそうですね。イランは、韓国の都市銀行口座に凍結されている原油輸出代金を償還しない場合、韓国を国際司法裁判所に提訴する可能性があると警告していました。トランプ大統領がイランとの核合意を破棄し、対イラン制裁を復活させて、イラン金融機関との取引はほとんど禁止されてしまいました。そのため、韓国がイラン産原油を輸入して代金を振り込んでおいた口座も凍結されちゃってます。米国の対イラン制裁を無視して、70億ドルの輸出代金を償還してしまうと、韓国が制裁に違反したことになってしまうので、ムンジェイン政権は何もすることができません。おそらく、韓国籍のタンカーを人質に強制的に交渉のテーブルを用意し、早くお金を返せと要求することになるんじゃないかなって思います。ちなみに、興味深いことに、イランは韓国籍のタンカー拿捕と同じ日にウラン濃縮を再開しています。イラン政府は、フォルド地下核施設で、純度 20% のウラン濃縮作業を開始したと明らかにし、兵器化が可能な核開発を事実上中止することを約束した核合意が、振り出しに戻ることを宣言したということです。イランと米国間の緊張が高まることは、必死の調整です。この状況で、韓国政府は、どういった立ち回りをするのか楽しみですね。こちらが韓国の反応です。原油代金の滞納で拿捕したようだ。我々にも空母があれば対処できたはずだ。イランはなぜ我々を敵視するのですか？イランと米国の関係は以前から緊張状態でした。このような出来事が起こるだろうという予測は十分に可能だった。原油輸入に対するガイドラインを決め、米国との軍事協力強化で十分に予防できることだった。これは米国が以前から我が国に進めていた対処方法だったが、政府が業務をせず放置した結果、国民を危険にさらしてしまった。このように仕事ができない無気力な政府が、イランとのこじれてしまった関係を損することなく、外交で解決することが可能だとは考えられない。北朝鮮のミサイル部品を海外直送で配達していたことがバレてしまったのか。北朝鮮がイランに耳打ちして、ムンジェイン政権を挑発に揺さぶっているのだろう。韓国が国際的に仲間外れにされていることを知らないのかな。この国の外交部は機能していない。ところで、大韓民国の外交長官は誰ですか？キム・ジョンウンを見て、ムンジェインの扱い方を学んだようだ。政治的意図がないのに抑留する必要があるのですか？一言で要約すると、これが韓国外交の現状だ。
ムンジェイン保有国の威力は凄まじい。最後まで見てくれてありがとうございます。